ヤルモクの皆さん、こんばんは。こんばんは。2回目じゃないですか。2回目ですか、この方。多分、ね、さて、私は葵さんに教えてもらいたいことがあります。何？葵さんは、あのパンツ事件覚えていますか？ああ。え？覚えてない？なんと、葵さんはあるラジオで、レコーディングの時は、パンツを履かないと言っていたのです。え、うん、これがファンの中では大騒動となり、みんなが妄想を膨らませていました。葵さんが新曲のレコーディングですと写真を載せると、ああこの時ノーパンかなどとざわついていました。ノーパンでも十分衝撃だったのですが、葵さんが思うみんなが見ている自分とギャップがあると思うことは他にありますか、教えてください。ノーパンなんですか、あなた。はい、レコーディングするとき、下着履かないです。なんで？なんで？流れがあるんですけど、うん、あの、まず。急に言うとな、なんか。流れがあるんですけど、そこまでじゃない。そこまでじゃない。流れがいい。その流れ、その流れ、今の人。うちのお父ちゃんが、みたいな。大江雅子さんみたいな。どういう流れやの？僕も音楽活動やらせてもらっていて、で、ダンスをしながら歌う曲もあるので、うん、ダンスのレッスンもあるんですね。うんうん、で、その時に、ダンスのレッスンの後にレコーディングのスケジュールがあって、はい、で、すごい僕汗かきなんですよ。うん、でもたまたまその時に下着の、あの、替えを持ってきてなかったんですよ。で、でも、下着がこう汗で濡れたままで、レコーディングなんかできるか、みたいな感じの、僕の中で思ってて、うん、じゃあもう、いっそ、パンツを脱いで、うん、そのまま直で、あの、ズボン履いて、うん、で、レコーディングやったんです。はい、そしたらいつもよりもすごいなんかこう、なんていうんですかね、こう解放しながら歌えたというか、なんかこうパンツとか履いてるとなんかこう一回こう殻にこもるみたいなイメージがあって、それがないことでさっとこうテイクもすごくそんなに取らずに、右が出たんじゃないですか。え？あら。いつも出ない、右がね。いつも出ない、右が出ない。あら、まあ。たまにね。あ、そうかもしれないですね。そんなことねえよ。そんなわけねえ。なんでパンツ履かなかったら右が出る。低い方のね。低い方の右が出たんじゃないですか。その時、どんなズボン履いてたの？その時、ジーンズですね。ジーンズ。はい。でも、スキニーでした。スキニー。スキニー系で。スキニージーンズでノーパンやったらもうくっきり出るやろ。きりやね、翔太が。うん、小翔太。うん、春風亭が出るんですね。え、野望あるの？しただけ？いや、そんなことない。あ、それでも、自分のルーティーンじゃないけど、はい、レコーディングの時は吐かない。吐かないようにしてます。極力。だから、その、都度解放がやっぱ出る、音が。そうなんです、ね。すごいな。すごいこと気づいたよ。解放の原理で言うと、だから本当は誰もいなくて、全裸で歌った方がいいってことだよね。ですね。マックスはそうだよな。ですね。ああ、そういうことか、うんうん。そう。なんかこう、テイクが、あの、少なければ少ないほど、うん、あの、こう、なんていうんですか、あの、喉をあまり使わないなるので、次の、まあ、朝からのアフレコにもそんなに影響ないし、みたいな。本当一発でバーンって出して撮りたいよな。いや、やってみたいですね、それ。まあ、何回も撮り直しさせられるわけでしょ？何回もやっぱ自分で。一回ではね。一回ではなかなかね、もちろん。やっぱ気に入ら、自分で気に入らなかったところがあるとお願いします。なんかそれができるんだったら、なんかこう偶然に生まれたものなんだから、どっちみち、そのダンスによって生まれたんでしょ、そのノーパンが。はい、でもそれって、うん、その一回目の時にダンスしたのが良かったんじゃなくて、うん、ダンスで体が遅れてるから。なるほど。あ、でも、全然その後も全然。だからノーダンスでノーパンの方がも出るんだよ。だからそれでも。靴は入って。靴は脱ぐ時もありますね。やっぱり。はい。あれ何やろね。なんか脱ぎたくなる時あるね。確かに。そうですね。ちょっとなんかブーツ系で少しなんか元からヒールが高いものだとちょっと脱いじゃいますね。力が入んないかな。ちゃんとやっぱり。ちょっと前前傾やと、だからフラットにしたい時ってやっぱありますね。地面を踏みたいですよね。あの、すごいパン、ハーフパンツみたいなのじゃないや。短パンみたいなやつでないの、まだ。短パン？うん、短パンみたいな。ノーパンの短パン？ノーパンで短パンみたいな。あ、ないですね。そういうの試してみたら、一番出るやつが出てくるよ。そうよ。短パンよりね。よりよりそう。今、スキニーだったからね、ちょっと締め付けもあるから。G 短パンに裸に、袖切った G ジャンみたいな。ビーズですよ、もう。ねえ。ほとんど。もしくは、スギちゃんか。あ、スギちゃん。スギちゃんビーズ。スギちゃんビーズどう？
スギちゃんビーズです。まあビーズやけど。なんでスギちゃん先行してるの。スギちゃんが前出てもうてるの、うん、それ分からんやもしかしたらな。そうですね。いやそうそう、解放、より解放しちょっときついパンツは履いたらあかんのじゃん。そんなノーパンにしてる意味がないやいや、でも、レコーディングスタジオによっては、歌ってる姿が、その他のブースに見える、うん、カメラがついたりするんですよ。あ、じゃああれはスカート。スカートもノーパンは。スカートも怖い。でもダメ。それはもう自分があれですよ。おかしくなっちゃ う, おかしくなるのか分かんないですけど。それがパンツの種類が、その、はい、解放止めてんのかもしれんね。僕、基本ボクサーですけれどもね。ボクサー。はい、だからボクサーが止めてるってことですよね、だから、はい。ローライズボクサーですけども。あ、結構ピッチリだね。結構ピッチリ。ブーメランとかね。ブーメランとかね。ティーバックとか。ティーバックとか。ティーバックってどうなんですか、お尻とかせわしなくないんですか。ノーパンをやってるやつが、ようそんなん言うな。ノーパンの方が、そわそわするやろ。ジーパンにノーパンの方が。え、全然全然。今度ティーバックとかやってみたら。ティーバックですか、うん、ブーメランとか。マジっすか、うん、意外とやっぱりなんか最初に履いた人も言いますけど、めっちゃ気持ちいいらしいですよ。なんかもう、あ、でも、フィット感。でも、ふんどしを持ってるんですよ。あ、ふんどし、ふんどしじゃん。ふんどしで、ふんどし、一応、ふんどしは締め付けられるだろう。山本譲二さんいるんですよね。うん。本当に。ですね。それも、ふんどしのまま歌ったら、ジーパン脱いでふんどし一丁でいいやん。かっこええで。いい。やってみや。カメラないところでね。カメラがあるとやっぱ見られちゃうんで。いい、そんなの、そんなどうでもいい。見してあげてください。それはまた別のブレーキかかっちゃう。バカにな、それよりもお前、みんなに聴いてもらいたい歌がマックス出た方がいいだろ、お前。うん、何言ってんだ。まあ、それはそうなんですけど。ふんどし一丁だよ。関係者しかいないんだろ。そうですけどね。女性カメラ消してもらうとか、ね。ああ、そう。最悪ガムつければいいんだよ。泥棒、泥棒がやる。手前でやり方あるでしょ。もしくはそこから撮った画像を写真をプリントアウトして、そこにこうやってはめて。レコーディングしてますよ。そのままレコーディングしてる状態にさせる。してその間に壁に穴開けて。すごい手口や。なんかオートですね。それは。はい、ありがとうございます。すごいなー。